自分で測れますからね、センターというのはね。これが一塁なのか二塁なのか、ランナー大きいですよね、もちろんね。はい、11回の裏、はい、セカンド入ってるとやっぱサヨナラですからね。そうですね、相手は嫌ですから。そしてバッターボックスこのところ非常に触れています、星野です。3試合連続で打点を上げている星野、バントの構え、バントしましたがファウルです。なんでしょうね、セーフティーバントでもないんですけどね。そうですね、はい、ちょっとでもこう送りバントにしては強い勢い、ちょっとプッシュ系のようにも見えましたけど、はい、ワンナッツですからね、ちょっとセーフティーバントの形でもないですもんね。これこの後は3番磯部が控えています。大村カエブはサヨナラ勝ち、バント空振り、2球続けてバントに行ってファウルと空振りでツーナッシング。なんでしょうね、橋田監督も今のは何なんだというような、何ですかね、不思議そうな笑顔を見せていますが、プッシュでもないしセーフティーでもないし、丁寧に送りに行ったという感じでもなかったですね。でもワンナッツですからね。そうですね、はい、まして当たっている星野です。そうですよ、打った、ライトの右落ちた、大村は三塁を回った、バファローズのメンバーもう出てきている、大村がサヨナラのホームへ帰ってきた、3対2バファローズ本拠地大阪ドームの最終戦は見事なサヨナラ勝ちでした。最後は星野が決めました。3対2バファローズのメンバーが気持ちを思いを抑えきれない、本拠地大阪ドーム、バファローズ見事な延長11回、1軍の選手が2軍の選手が、これまでチャンスをもらえた選手、もらえなかった選手関係なし、目いっぱいの笑顔でファンの声援に応えている、打った星野は泣いている、3対2バファローズサヨナラ勝ち。選手に笑顔、夢を、感動を、ドラマを与え続けたバファローズの野球、これが近鉄の野球です。大阪ドーム最後はまさにドラマティック感動勝ち。バファローズのメンバーがもう最後は気持ちを抑えることができませんでした。大村がホームを踏む前に帰ってきました。星野サヨナラツーベースヒット、11回の裏バファローズサヨナラ勝ち。テープが飛んでいる大阪ドーム、梨田監督がレースの筆頭に立ってベンチへ下がって帰ってきます。そして西武のベンチもこのサヨナラ勝ちを決めた近鉄のメンバーに拍手を送っています。最後は星野が決めました。今日赤堀が、吉岡がこのフィールドに帰ってきました。西武相手によく戦い、延長11回サヨナラ勝ち。山田さん、この光景どんな風に和田さんに映ってますか？なんか胸がなんかジーンとくるんですよね、こういうのは初めてですからね、こういう経験はね。そうですね、それぞれの思いを胸にファンも選手たちもチームスタッフ全員がこの大阪ドームに今日集まりました。選手たちが全員出てきて、そしてサインボールを投げ入れています。
て流れているのはパリーグの連名歌です。磯部がボールを投げ入れている。中には吉岡はリストバンドかバッティンググローブか何かでしょうかね。おそらくここには BU、 そして背番号3刻まれているでしょう。ファンに対して今までありがとうの意味を込めて選手たちがサインボールグッズを投げ入れています。エースの岩隈、サヨナラのホームを踏んだ大村がファンに向かってボールを投げます。パリーグ連盟か和田さん、これ、はい、選手たちみんなでレコーディングしたものですね。オリジナルバージョンですよね。ああ、そうですかね、はい、選手がパリーグ存続を願って来年も6球団と6球団12球団で野球がしたい、その思いを胸に選手たちが作り上げた CD が、歌がこの大阪ドームに鳴り響いています。スタンド三塁側の内野席からも紙テープが飛んでいます。大阪ドームが今完全に一つになっています。用具担当の三宅さんの姿もあります。清田ブルペンキャッチャー、さらには通訳、そしてトレーナーの方の姿もあります。白上トレーナーも頭を下げました。今蘇っているのはこれまでのいい思い出なんでしょうか、それとも辛い思い出なんでしょうか。泣いてます。石井と抱き合っています。最後は松坂と、ルーキーもいます、若手もいます、ベテランもいます。その枠を飛び越えて敵味方関係なくみんなの思いが一つになっている大阪ドームです。だから思いが止まりません。涙を抑えることができません。最後ゲームを決めた星野、タイガースを自由契約になってテスト入団でバファローズにやってきた星野が決めました。丁寧に両手でスタッフ握手をしています。9回2アウトからマウンドに上がった赤堀、やっぱり最後まで9回が似合う男でした。
して列の後方には今日最初で最後のバッターボックスに立った吉岡がいます。後方しっかりとした列に変わろうとしています。そしてバックネットの後ろを通った、今日のゲーム前に苦しかったと語った選手会長磯部です。やっぱり最後は磯部、それコールです。鈴木高久二軍打撃コーチの家もあります。それが今列の最前列、監督のすぐ横に磯部の手によって位置されました。いろんなことがありました2004年のシーズン。最終順位はパリーグ5位、プレーオフには届かず、近鉄球団日本一の夢も果たせずに、終わっていくんですが、それでも最後大阪ドーム、ファンと選手が本当に一体となった瞬間を迎えました。先行き不透明な部分本当に多いんですけども、まだまだね、これからが大変ですよね。ただこう野球界全体に本当にいい流れが来て、はい、いいね、そうですね、はい、動きになっていけばなと願ってやりません。はい、これまでずっと近鉄のアナウンスを務めていらっしゃいました、はい、大野さんが赤い T シャツ誇らしげに胸の前に置いています。まだまだこれだけのファンがね、まあ、ついてくれてるんですけどね。そうですよね。なんかじっと来ますけどもね、これ、まだなんとかならないかいう気持ちになりますよね。本当は言うべきではないのかもしれませんが、はい、これを見ていると
何か悔しいような気持ちも湧き上がってきます。選手は全員ベンチの奥に下がりました。ただ大阪ドーム誰も帰りません。スカイエーサテライトスタジアムはバファローズ本拠地大阪ドームでのラストゲームをお送りしてきました。今大野さんのアナウンスがもしかすると大阪ドームに鳴り響くバファローズファンに向けての最後の声になるかもしれません。バファローズライオンズの27回戦、バファローズが延長11回サヨナラ勝ちを決めてバファローズの14勝、ライオンズの13勝となっています。平本さん、はい、試合終了後の梨田監督の話なんですが、はい、第一声はよう勝ったなということでした、ベテランがよく、その後、0点に抑えてくれたと。星野選手はアウトカウント間違ったんじゃないかなんていう話もしていまして、今日はサインは一切なしだったそうなんですね。あ、そうなんですか。はい、今日は3点しか取れなくて、伊手前打線復活というか伊手前打線を見せることはできなかったけれども、ファンの皆さんは最後まで帰らないで温かい声援を送ってくれて本当に嬉しかったと。今日は座席が見えないくらいドームが満員で、それがやりがいにつながって選手に勇気をくれたんじゃないかなと、本当にファンに感謝したいですという話をしていました。はい、ABC 田中花香アナウンサーが伝えてくれました。池前打線、確かにそのホームランがどんどん飛び交うようなゲームではなかったですけど、和田さん。うん、そうですよ、まあ、今年のやっぱりチームもね、やっぱりそれは出てないんじゃないですかね。